ネズミ作戦。ここは地球征服を狙う恐竜軍団の地底王国。今恐竜軍団の帝王ウルルから攻撃命令が下ろうとしていた。次の作戦はネズミ作戦。いらっしゃい。私のスーツもうクリーニングできてるかしら。ああできてると思う。愛さんは他ならぬ全のやつの妹だからな。特急サービスで仕上げといたよ。はい。まあずいぶん綺麗になったわね。あネズミ。あまあひどい。ネズミのやつよくもアイお姉ちゃんのスーツを。こら戦隊基地、恐竜軍団を迎え撃つプロジェクトチームの基地だ。ほんと尺に触るネズミだわ。そうがっかりしないの。スーツの一つや二つ俺が作ってやっから。無理しちゃって。それでスーツの方は弁償してもらえるんだろうな。うん、マサオさんもそう言ってくれたんだけど私断っちゃったの。断った？うん。どうして？だって悪いのはネズミよ。マサオさんの責任じゃないわ。何を言うんだ。大事なお客の預かり物をネズミにかじられるなんて最低だぞ。クリーニングや失格だよ。ゼン、そんな言い方ってないわよ。マサオさんはね、亡くなったご両親の後を継いで一生懸命頑張ってるのよ。それにマサオさんはゼンの高校の時の友達じゃない。それとこれとは別だ。物事のけじめはきちんとつけるべきだぜ。何がけじめよ。冷たいのね。見損なったわ。何？アイとゼンが喧嘩することもあるんだな。こりゃ驚いた。ん？一平、くだらない関心なんかするなよ。もしもし。はいはい、ちょっと待ってくださいよ。あ、ゼン、マサオさんって人からだよ。マサオから？もしもし、俺だ。ミユキちゃんが？ミユキちゃんがどうかしたのか？それが、ネズミを追っかけていったっきり帰ってこないんだ。帰ってこない？私探しに行ってくる。待て、アイ。みゆきちゃんのことは警察に頼めばいい。お前には D 戦隊の隊員としての仕事はあるんだぞ。ほっといて。夜になってもみゆきはネズミを追い続けていた。どこ行ったのかな、あのネズミ。何かしらこの音。待っておじさんたち、そのネズミを捕まえて。ネズミ？待って、こらーこらー、このネズミめ、待て奴どこ行ったんだ。あそこだ。怪しい光線を当てられたネズミたちは凶暴な赤いネズミに変わった。恐竜の背中のギザから出る音がネズミたちを操っているのだ。
ネズミが。それでミユキちゃんは。怪我は大したことないわ。でもすっかり怯えてしまって。よっぽど怖い思いをしたんだな。かわいそうに。ゼン、私ミユキちゃんのそばについててあげたいの。いいでしょ。ダメだ。どうして。ミユキちゃんは私のためにこんなことになったのよ。ね、お願いゼン。ダメだったらダメだ。ゼン待ちなさい。はい、ゼンはな、恐竜軍団がネズミを使って何やら企んでいると睨んでいるんだ。そうだな、ゼン。私も同感だ。この事件の裏には必ず何かがある。相手はたかがネズミじゃないっすか。何も怖がることはないっすよ。それはどうかな。一匹のネズミは大したことはなくても、数が集まればとてつもない大きな力になる。とにかく直ちに配置についてくれ。はいはい、はい、早くしろ。はい、行くぞ。スタンバイ。スタンバイ、OK。発進。うちに仲直りしとかないと、いざっていうとき困るんじゃないのかね。そうだよな。赤いネズミはマンホール図体に、奴らの攻撃目標に向かっているはずだ。音波探知機で居場所を突き止めるんだ。音波探知機スイッチオン。了解。ネズミの群れは、僕がポイント R23 を東に向かって進行中。分かったぞ。敵の狙いは第7石油コンビナートだ。何？第7石油コンビナート。第7石油コンビナートは日本最大の石油コンビナートだ。防衛も厳重に守って。でもネズミならその厳重な包囲網を突破できる。そう考えやがったな。簡単にはそうさせないダンス。アイゼン号ジョインタウン。出た。周りは石油だらけだ。火を使うと爆発してしまう。冷凍光線でネズミたちをやっつけよう。冷凍光線発射。なんだ地震かいな。ゼン行って。おあっち引っ張っていこう。 OK。 はい、アイゼンボールスタンバイ。 OK。 キック。
さ。一平、バラさん、2号で火を消してくれ。恐竜のやつは俺と愛が引き受ける。よし、来た。いいか、2号を切り離すぞ。赤い色のネズミは現在石油コンビナートを次々に破壊しており、これ以上被害が広がれば大変な事態になりそうです。繰り返します。突然石油コンビナートを赤いネズミの大群が、アイさんのためにもお前のためにも赤いネズミをやっつけてやるんだ。お兄ちゃん、開幕発動しています。赤い色のネズミは現在レーザー砲発射。ミサイル発射。ダメだわ。クソ。消火液でどんどん消えていく。この分なら火は広がらずに済みそうだぞ。ネズミどもっともっと暴れろ。お前まだマサオ君やミユキちゃんのことで俺を。そうなんだな。アイゼンボーグになるにはお前たち二人の呼吸がぴったり合わなくてはダメだ。諦めろ。いいかゼン。マサオさんだ。何？危ない、マサオさん。よせ、お前には無理だ。離して、私には構わないで。バカ、うん、マサオは俺の友達だ。俺に任せろ。ゼン、ほら、そこだ。マサオ、今のうち逃げろ。ゼン、早く。ゼン、バラさん、マサオ君を頼む。俺に構わず逃げてくれ。バカなことを言うな。さあ、ごめんなさい、全のこと誤解。
いいんだそんなこと。それより早くクロスしよう。はい、全クロス。アイゼンボは3分30秒しか戦えない。3分30秒の間に敵を倒さなければエネルギーがなくなり、善と愛の命が危ない。火を消してもこれじゃ落ち着かないぞ。そうだ、ネズミには集団で自分の命を絶つ習性がある。そいつを利用するんだ。集団で自分の命を。アイゼンボーン、アイゼンボーン、恐竜の背中のギザをぶっ壊してくれ。ギザの音波がネズミどもを操ってるんだ。頼むぞ、アイゼンボーン。オーケー、ローリングカッター。よし、タンクの火を一個だけ残して、あとは全部消すんだ。もうこれまでと知ったネズミたちは自分の命を絶とうと燃え盛る火に向かっていった。やった。おい、おい、おい、あったー。時間がない、あと30秒だ。よし、ドリル攻撃。アイゼンドリラー。サウルスが出現した。D 戦隊緊急発進。名古屋タワーの人々が危ない。アイゼン2号レスキューだ。突然恐竜アロサウルスが背後から襲いかかる。危うしアイゼンボーグ。次回恐竜大戦争アイゼンボーグ、必殺アイゼンクロスカッターをお楽しみに。